私物語化計画、今回のテーマは旅立ちです。将校は旅立つ。その時に大事なのは外圧によって旅立たなきゃいけないと、ね。要するに、いやいや旅立つ。私はいろいろ考えたけれども、東京に行ってバンドをすることにしたんで旅立つ。これはダメなんだよ。外圧によってやむなく旅立つ。なぜかというと、すべての小説、すべての物語は少年少女が大人になっていく過程を描くものなんだよね。で、例えば今日はもう離乳食だからね、おっぱいおしまいだよっていうふうに言われた子供は嫌がる。今日は保育園じゃなくてもう小学校だからね、今日から。これは嫌がる。子供は、みんないやいや大人になっていくものです。これを描くには、いやいや旅立つというシチュエーションが必要です。しかも、外圧によっていく、やむなくそこへ、追い込まれるということが必要という話を本文でしたいと思います。どうぞ。